テニスの四大大会、全仏オープンは4日、パリ・ローラン・ギャロスで女子ダブルス3回戦が行われ、加藤・ミー、ザイマックス、アルディラ・スー・チャディ、インドネシア、グミは、マリエブ・ズコバ、チェコ、サラソリ・ベストルも、スペイン、グミとの対戦で、第2セットのポイント間に加藤の打った球がボールガールに当たり、これが危険行為とみなされ、失格となった。加藤は日本時間5日、 自身の SNS を更新。ボールガール、パートナーのアルディラ、チーム、応援してくださる皆様に心よりお詫び申し上げます。全く意図していなかったことで、大変申し訳ございません。と謝罪し、ペナルティーとして賞金とポイントを没収されたことも報告した。一方、海外のテニス選手などからは加藤を擁護する声も多く上がった。米メディアは、審判は当初、 加藤に警告を与えたが、相手ペアが失格にするべきと主張したと報道。これに対し、対戦相手の SNS には批判が殺到し、スポーツマンらしくない行動にがっかり、恥を知れ、謝罪しろ、などのコメントが集中している。